はい、皆さんこんにちは。今日は2023年7月の16日日曜日です。現在ね、利川林道のね上流から入りました。手に入れたね川崎の KDX220SR なんですけど、まあ、ある程度ねいろいろ調べてみたりね、メンテナンスっていうかネジがちゃんと締まってるとか具合が悪いとこないとか、そういうところをねある程度ねもうチェックしたんで、今日はね林道をねある程度長い時間走ってみようかと、まあ、そんな感じで出てきました。今日のお供はね川崎 KDX220SR になります。よろしくお願いします。まあとりあえずね、自宅から一番近いところがこの利川林道なんでね、まあだいたいスタートはこの利川林道から始まるって、そういう時が多いんですけどね。とりあえず上流からね今日下ってるんですけど、まあね乗りやすいですね。軽いですからね。あとね、まあ基本的にまあ現在下流に向かって走ってますから、道はね若干下ってるんで、まあそんなにねパワーも何でもいらないんで、まあパワーバンドにね入る手前のね力のないところでまあ流して走ってるんですけど、まあそれでもね WR155R と同じぐらいのトルクはこのぐらいの回転数でもね出てるかと思うんで、結構ね走りますね。でね、ちょっとねパワーバンドの入り口あたりに差し掛かるとね、まあ結構すごい加速するんで、まあ走ってて楽しくて、まあこれはね結構いいもん買ったなって感じがしましたね。まあおもちゃですからね、まあ楽しくなければしょうがないんで、まあ楽しめるねおもちゃをね買えて非常に満足な感じなんですけど、まああとはねこのバイクがね少しでも長いこと調子よくね走ってくれたらいいなと思ってるんですけどね。もうね梅雨も明けた感じでね、もう随分気温も高いんですけどね、まあその辺のところがね夏にオーバーヒートするとかしないとか、その辺のねテストは全然まあやりようもないからできてないんですけど、でもねこの KDX の場合はねラジエーターがね右と左に2個ついてて、それがなんか連結されてるような形になってるんでね、ラジエーターのね容量としたら多分 WR のね 250X とか 155R のね倍の大きさ、まあそれ以上でかいラジエーターがついてるんでね、まあ電動ファンみたいのはもともとついてないみたいなんですけど、まあそれでもねこれ十分ね冷えると思いますね。まあ容量がね倍あるってことは、まあ発熱量がねツーストだからって倍はないと思うんだけどね、倍近くはあるんでしょうけどね。でまあ右左ね結構ねデッカめのラジエーターが2つついてて、で一応ねリザーバータンクもねそのままついてるような感じなんでね。でねそのリザーバータンクにね入ってるねクーラント見るとねものすごい綺麗なのが入ってるんですよね。だから元のね持ち主が多分売るにあたってね交換してくれたんじゃないかと思ってね、それもね多分満タンに入れてあったと思うんで、一番最初ねエンジンかけてちょっと乗った時にね結構ねリザーバータンクの方がもう満タンなんでねちょっとこぼれたんですよね。でもそれが冷えた時にだいたい適正ぐらいになってたんで、まあねこのクーラントはそのまま交換しなくてもいいんじゃないかなと思ってね。であとまあ乗ってる感じがね全然熱でね垂れる感じもないんで問題ないんじゃないかと思ってますけどね。まあね物としたらねどっちかというとトレイル車とはいえねトラ車よりもモトクロスターに近いようなバイクですからね、これがねがれたところでこう止まった状態でねイゴイゴしてて水温上がんないかなっていうところは若干まあ心配にはなるところなんですけど、まあそれでもねアクセルをねバンバン上げて、でずっとね丸太かなんかと格闘して何分もねそのまんまいるなんてこともないと思うし、まあ乗ってる時にねそんなにね信号待ちで下からねもわっとね暑い感じの空気も出てこないんで、まあ、発熱はねコースよりは結構あると思うんだけど、それでもね
まあね、問題ないんじゃないかなと思ってね。まあもともとね、まあメーカーが設計してつけてるクーラントですから正常時に作動してれば何の問題もないとは思うんですけどね。まあ時期がね一番暑い時なんで、その辺をねちょっと様子見ながら、まあこれでね問題なければ、まあ冬にねもしかするとオーバークールするかもしれないですけど、まあでもね発熱量が多いツーストですから、そんなに冷えすぎちゃって具合が悪いって感じにもならないとは思うんですけどね。でね、ここねちょっとね部分的にアスファルト舗装のところがあるんですけど、上り坂はね結構ねこれそこそこな傾斜があるんですけどね、やっぱね登っていくときはね早いですよ。とにかくトルクがすごいですよ。どんどんね加速してね、ものすごいスピードが、まあ出そうと思えば出せる感じですね。でそのままねアスファルトのところのね勢いをそのままにねダートも走ってますけど、やっぱりねこれね、まあさっきも言いましたけど、モトクロッサーのやつをね公道を走れるようにデチューンしたっていうかね、まあそういう感じのバイクなんでね、やっぱ足回りなんかもねモトクロッサーのね血を受け継いでるっていうかね、そういう感じなんで、フレームもね随分ね角パイプでガチッとしてるし、よれてる感じもしないしね。でね割とね、まあ私が出すぐらいの速度だったら車体がね挙動がおかしくなる感じもないですよね。だどっちかというとね、そこそこ荒れた道をハイスピードで走るっていうね、まあそれがまあモトクロスのレースですから、まあそんな感じのねところで力を発揮するような、そういうマシンに仕上がってると思うんですよね。まあもともとね私はどっちかというとスピード感のあるようなね動画をね作って配信していきたいなと思ってたんで、まあちょうど良かったかなと思ってるんですよね。それとねもう最近はねもうこの顎にね GoProマウントしてますから、それもねブレ補正なしでスーパービューで撮ってますんでね、結構ね遠くのものがいきなり近づいて後ろに流れていく感じでね、まあスピード感がねすごくあるように映るんでね、これもねなかなかねいい仕事してるんじゃないかと思ってるんですよね。でねさっきね沈下橋のところにオフロードのね集団がいたんですけど、神奈川とかねそういうところのナンバーが多かったんですけどね、まあちょっとねお話途中でしたんですけど、その時にねまあ引率っていうかねリーダーの方がねこの辺の方だと思うんですけど、ナンバーがねその方がねなんかね喋ってたらね15秒かね15秒ぐらい喋ってたら、山田諸島ですかって聞くんですよね私のことをね。私ね乗ってるバイクはねまだねこの時には動画に1本も上げてない KDX の 220SR でしょ。でヘルメットもね、まあヘルメットはいつものなんですけど、いつもはだいたいソニーのカメラがサイドマウントになってるんですよね。それが今日はね GoPro のヒーロー4が顎にマウントされてるんですよね。だからなんとなくね山田所長の感じが非常に薄いと思うんですけど、だけどねなんだろうね、声かなんかで気がついてるのかわかんないけど、まあそんな感じでね声かけられたんで、まあねせっかくなんでねいらっしゃる皆さんにステッカーをね1枚ずつ配ってね、まあ布教活動しておきましたけど、まあそんな感じでね、まあ都市川林道とかね鳥居の林道だったら、まあ来てる方はねどういうとこ走りたいとかなんかで YouTube で研究してね調べて出てきてるでしょうから、まあ必然的にね私のね名前を知ってたりね動画を見ててくださってる方も多いんじゃないかと思うんですけどね。でもねなかなかねこれ声だけでね見つかるっていうのはねなかなかだなって、まあそんな感じに思いましたね。これでね今日はねこんな感じで視線まで来たんですけどね、この奥はねちょっとねこのバイクまだ普通のねブリヂストンのトレイルウィングのね301と302なんですよね。いわゆる純正でねついてるようなねトレイルタイヤなんで、ちょっとね妖精の森をね登ることはね無理じゃないかなと思って、一人ですしね、こんな感じでねちょっとねここでね U ターンしました。まあ、それでね下る時なんですけどね、まあギアをねある程度適当に入れて、まあ
ほとんどね惰性で下ってるんですけど、やっぱりねエンジンブレーキね何にもないですよね。だからアクセル戻してもほとんどスピードが減速することもなくそのまま走ってきますんで、まあブレーキをね上手にかけれないとなかなか難しいなと、まあそんな感じに思いましたね。ただねまあ足首が動かないねモトクロスブーツですから、まあそんなね繊細なブレーキもかけれないと思うもんで、まあなんでしょうね、ポンピングブレーキ風にかけていくのか、まあ、ある程度ラフにかけちゃうのか、どっちかでしょうね。まあね何にもかかんないかすぐロックしちゃうかどっちかなんですよね。力のね入れ具合がねあんまりうまくないですね私ね。だから難しいですよ。ここのね採石ゾーンなんかも下ってるんでね、アクセル戻してても結構なねスピード出ちゃうんですよね。これでね割とね緩いコーナーでもこの採石が浮いてる採石なんで減速しないとね曲がれないですよ。で今はねちょっとねリアタイヤがザザッと行きましたけどね、もうすぐねロックですね。まあでもねロックしてでも何でも自分のねコントロール下にマシンが置かれてて、それでまあ多少ケツが暴れても抑え込めればまあそれでいいんじゃないかなと。まあねコンマ1秒を争うようなそういうねところに身を置いていないんでエンジョイなんでね所詮は。まあある程度のところで無理にでも減速できてねオーバーしないぐらいの速度まで落とせればただそれでいいだけですから、まあそんな感じで走ってますけどね。これね今まではね多分 155cc っていうのはねまあナンバーがね K 二輪のナンバーがついてるからどっちかっていうと 250cc のね仲間にされてるような感じに見えてたんですけどね、ボディもでかいし。だけど実際はね 125cc とね 30cc しか変わらないんで、まあ馬力もねそんな変わんないんですよ。まあそれを考えるとね登ったりするときにまあ力がねないんですよね。125でね登れないとこはねだいたいね155でもね登れないですよね。それで XCZ なんかと比べるとエンジンパワーはね水冷だし排気量もでかいから多少はあるんだけど、重さがねだいぶ重たいのと、あと車体がね XCZ と比べるとだいぶでかいですよね。だからなんていうのかな、まあ坂をね登るのに WR あんまり向いてなかったんでね。ただねこのね KDX はねなんとなくトルクだけでねタイヤが何であろうが無理やりにでも回ってね登ってきそうな気はするんですけどね。あとね坂道の途中でちょっとこう方向をね変えたりするときにアクセルをちょっと抜いてフロントに荷重かけたいようなときにね、 WR はもうアクセル戻したらその後開けてもね全然もう回転が上がらないんですよね、力がなくて。だけどこいつはね多分パワーバンドに入ってさえすればそこからねまくれるほどパワーは出せるんで、逆にねアクセル戻して開けるときにも思いっきり開けれないっていうかね、まあ、少しコントロールしながらじわじわ開けていかないといきなりまくれて終わりになっちゃうような、まあ、そんくらいのねパワーがありますから、まあ基本的にはね坂道っていうのはまくれるくらいの力がなかったら多分ね登れないと思うんですけどね。 WR はねなかなかねギア比を落としてみたんだけどまくれるまでね行かないですよね。まあ本当にね車重に比べてトルクがない感じはしたんですよね。だからあいつはねどっちかっていうとまあ難所もねそんなに得意じゃなかったし、まあねみんなとね一緒にねどっか遠くまで出かけていったりして楽しくねフラットなね林道をね遊びましょうってね、まあ、そんな感じの使い方が一番適してんじゃないかな。燃費もいいしね、まあ、そんな感じでね運用してって、でこのね KDX220SR の方はねまあ伊豆半島のね家から近いところの林道全般ね、まあ、そういうところをね走るような感じで、まあ使えるのがねだいたい航続距離100キロぐらいまでしか使えないから、それ以上使うとねちょっとねガス欠の恐れが出ちゃうから怖いんです、まあ、なるべく近くで、まあいよいよ壊れてもね
後で軽トラ持ってきて引き上げれるようなねレベルのそういう距離感のところで乗ってこうかなと、まあそんな感じで思ってるんですけどね。まあそれにしてもね、このね真夏のね日差しのね緑がね綺麗で木漏れ日があるねこの都市側林道をね軽快にね走る感じがねとってもね気持ちいいですよ。もともとねまあ軟弱な男ですからね、私がそんなにねガチなねがれたところを走ってまあすごくそれが楽しめるかというとね、まあ上手くなることはね楽しいんだけど、やってること自体はねまあそんなに根性がない男ですからね、まあこんな感じで暑い時はね風をいっぱい受けるぐらいな速度で走れるのが一番いいかなと、まあそんな風に思ってますね。まあそれでもねこれねなかなか楽しめるねいいおもちゃをね買ったので、またねこのねツーストのバイクでね山で遊んできますんで、またねツーストバイクでね山を走ってる山田所長がね見てみたいなと思っていただけましたら、ぜひチャンネル登録の方をよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。それではまた。